でその後はねちょっと事務所の方とそうちょっとちらっとだけねご飯に行ってきてで今帰ってきました。そうちょっとねいろんな話をさせていただいて、何ご飯ってイタリアン食べてきました。そうイタリアンなんかすごかった。なんか コースで何食べたかな、なんか美味しい食べ物がいっぱい出てきたよ。そう美味しかった。そうそうなんかマッシュルームのスープとかなんか一番初めに出てきたのは生ハムが乗ってて生ハムが乗っててでなんかエビも乗っててエビの下にオレンジが敷いてあったあんなおしゃれな食べ物見たことないのに美味しかっためっちゃ。そうおしゃれすぎるって、そうなんかすごいおしゃれなそのご飯に連れてっていただいた。トマトは出なかったって、トマト出なかった美味しかった、お腹いっぱいになりました。うん何が一番美味しかったって、なんだろう、一番最初に出たのがそのエビの下にオレンジが乗っているすごいおしゃれな食べ物で、二つ目がマッシュルームかなんかのスープで、三つ目がなんかすごいおしゃれなパスタで、4つ目がティラミスでだったんですけど、西はパスタかな、普段からパスタめっちゃ食べるんやけどさ、なんかすごいおしゃれな辛いオリーブオイルをかけて、それがタバスコっぽくて美味しかった。全然タバスコじゃないけどなんかタバスコみたいな辛み、美味しかった。写真撮れる雰囲気ではなかった。私あんまりねおしゃれなお店行ってあのね撮らないのよ写真、むしろ牛丼とかの方が撮っちゃう。だから今日撮らなかったんだけど、そうでもすごいおしゃれでした、美味しかったです、ごちそうさまでした。辛いオリーブオイルとは何だろうって、なんかなんだっけ、パスタってイタリアの食べ物パスタってイタリアの食べ物だよね。にさ、大西はねパスタにめっちゃタバスコかけて食べるの。そうでもタバスコはあれはメキシコのものでみたいな、なんかイタリアのなんかオリーブオイルみたい、なんかオリーブオイルになんか辛みを足したものがイタリアのものでみたいな、なんか言ってたな、言ってらっしゃった、アリゲーターの会長さんが言ってた。と思う。だからちょっと違うみたいな。タバスコとパスタを掛け合わせるのはちょっと違うんだって。違うことないけど違うんだって。なんか国として。そう。だからそのイタリアのなんかそのタバスコの時にかけるような辛いオイルをかけて食べたんだけど、それがすごい美味しかった。うん。
会長さん、そうすごい、すもうほんと優しい会長さんなの。いっぱい話そうできた。今日ワインとかも飲みました。へへへへ、飲んでないよ、そんな飲んでないって飲んでないよ、そんな とっても美味しかった。白赤って、いやワインは飲んでない。ワインっていうかアルコール飲んでない。いて。だから水飲んでるの。みんな知ってる？お酒と同じ量の水を飲んだら大丈夫なんだよ。だからお水、だから今日めっちゃお水飲んでる。違う、なんかね、本当に最近お酒を飲むことがめちゃめちゃ減ったのよ。本当にめっちゃ減ったの。昔はなんか自分お酒強いんじゃないとか思ってたけど、ほんとなんか弱くなっちゃって、だから今日もね、ほんのちょっとだけ飲んだのよ。そう、もうほんまにちょっとね。でもなんかちょっとふわ、そう、でもそれ以上のね、倍ぐらいのお水は飲んでるの。店員さんがいっぱいお水注ぎに来てくれた。そう、ね、だから普段お酒を飲まないとやっぱりさ弱くなっちゃうねっていう。あ、でも今だいぶ落ち着いてきたよ。うん、普段から飲もうって。お酒を飲む機会はやっぱり減るくない？なんかお店がさ、二十歳になった頃とかさ、まだコロナとかじゃなかったから、なんかね、まあメンバーとかとさ飲んだりすることも多かったけど、まあコロナ禍になって、まあ、外でご飯あんま行かなくなって、でメンバーとも飲まなくなって、まあ、お仕事もね、まあありがたいことに増えてきて、なんか自分にその余裕があんまないっていうのもあるけど、で そもそのお酒を飲む機会が全くないから今。だからだいぶ弱くなっちゃった。一人酒はあんまり、昔はね一人でずっと飲んでたんですよ、お家とかで。そう、別に人がいるいないとか関係なく、ただなんかハイボールが普通に飲み物として好きでそう、ハイボール普通に飲んでたりとかしてたんですけど、そうね、
なんかこうさ、覚えるものが増えたっていうのもあるんだけど、なんかの、なんだろうね、うん、そういうので、うん、飲まなくなっちゃったね、今。七瀬ちゃんの YouTube 本当に出てほしいね。あの奈々ちゃんのやつは普通に出たい。今家にお酒ないの？酒ないんじゃない？あのあれはあるけど、ずっと置いてるあのハイボールのあの瓶のやつ、あの炭酸で割って飲む用のやつはずっとある。あの飲んでないから飲んでないからずっとある。帽子のエッセイはもらってこないんだって。はある、そうね、ちょっとだけもらうみたいな感じなのよね、ちょっとあれは。そう、読める分だけ、エッセイを書く分だけもらうみたいな感じかな、うん。桃色のしずくはあって、このお家にはないな、桃色のしずく。もうお家、実家に送ったりとか、まあ恩師がもらった本数も少なかったんだけど、でも大体お世話になっているスタッフさんとかに全部あげたから、恩師のお家にはないんだよね。そう、ハイボールは缶を買う派、自分で作る派、どっちもある。なんか普通に缶で買う日もあれば、瓶のちっちゃいやつ買おうってなる日もある。そう、うん。おつまみは何系ですか？酒のおつまみ、何でもいいよ、おにし、おつまみ。甘い系じゃなければ何でもいい。なんか、それこそ一人で飲むときって、あんまそんなおつまみを食べて飲む人間じゃないので。でも食べるとしたら、それこそ本当におつまみ系のやつ、コンビニとかで置いてる。おつまみ系の欄にあるやつとか、ピーナッツとかは食べないんだけどさ、そう、ナッツ系は食べないんですけど、あ、自分はほぼカルパス系やな。確かにカルパス系も好き、あとイカ系も好き。あの細いさ、イカのそうめんみたいなあるじゃんえ、何とか好き。チーズは美味しいね。チーズあんまりなのよ。そうし、固形のチーズあんまり好きじゃなくて、そうだから、単純にご飯とかでもさ、とろけてるチーズとかは好きなの。でも固形で売ってるチーズはね、昔から苦手なんですよ。そう、酒飲まないけどおつまみ好きってね、大西もずっとそうやった。なんかおばあちゃん家行くときに、昔ちっちゃいときにね、ママの車に乗っていくんですけど、おばあちゃん家で、その途中にコンビニとか寄って、で、あれが好きだったの、おにし、あれなんていう食べ物だろう、なんだっけ、なんだっけな、酸っぱいタコみたいなやつ、え、なんだろう、え、何、酸っぱいタコなのかイカなのかわかんないけど、なんかあったんですよ、スイカ、なんかわかんない、そんな感じの
酸っぱいやつ食べ物があって、あれがめっちゃ好きだったんですよ。だからおばあちゃん家、田舎のおばあちゃん家行く時は絶対それを買って家族みんなで食べてた。あれでも最近あれ見ないんですよね。どこ売ってないのかな。もう酢だこってなんかそう酸っぱいやつ、駄菓子コーナーにあるやつ、違う、あのおつまみコーナーにあるやつ、そう、いやあれ美味しかったのよ。なんかそうあれ食べてた。35分過ぎたぐらいで終わろうかな今日。明日もねお話し会あるからね、ちょっと早めに寝るわ。鈴木いかじゃないって、そうなんかな、分かんないけど、そう美味しかったんですよね。お話し会のスパン短く売れて嬉しいって、めっちゃあるからね。明日あって、しあさってその次もあるからね、お話し会です。まあちょっと振り返りの分になっちゃうんですけど、そうお話し会いっぱいあるよ。朝早いのって、大西のお話し会の朝は早いです。そう開始がね11時25分っていうなんか絶妙な時間だからあれだけど、案外ねそこに至るまでが長いので早いんですよ朝。そうメイクもねしなきゃいけないし、どうもねいろいろあって、服は決まってますかって、まだ決めてないの、何着ようかなって思って、でも一個これ着ようかなっていう候補はあってって感じ。うん、だから多分それ着ていくとは思うんだけど、ゆっくり休んでくださいねって、ありがとう、優しいね。あ、今日なーちゃんの生誕祭に行ってきたよって、お、なーなーさんどうでした、楽しかった、もーちゃんのお話し会楽しみにしてるってね、もしも楽しみ。明日はね普通の振り返りじゃないやつだからね。うん、ね、久しぶりのリップグロス明日は、でその次のやつの2日間のやつは元カレ再会彼に久しぶりに会うということで楽しみにしております。元彼にゃん発言、もう元彼と再会かって、そうそうなのよ、ちょっと久しぶりに会う、未練タラタラだなって、未練タラタラだね、格好悪すぎじゃんどんな感じで会うのって、え、ちょっと気まずく会う、じゃあしあさってのお話し会はみんなちょっと気まずく、ああなんか、あ久しぶり、あ元気してたあ
あ、そうなん、大西もまあ普通に元気やね。あ、最近どうしてる？元設定の、元彼元彼の設定のお話し会のそう ちょっと気まずいよ、よそよそしくなっちゃう。どんな別れ方したらそんな気まずくなるって。でもどうなん、気まずくなるもんじゃないの？いや知らんけど、こんな感じじゃないの？なんかでもさ、なんかパターンがあるよね。なんかそのもともと付き合ってたとしてもさ、もともと付き合ってて別れてたとしてもさ、完全になんか友達みたいになる方とさ、もう絶対無理ですみたいなさ、なるパターン、人によりけりよね。まあどういうお別れの仕方をしたかにもよるんだろうけど、まあ大西はみんなの設定に乗るよ。まあでもね、あの本当これ今ネタで話してるだけだから、本当あの普通に普通にお話し会しに来てね、普通にお話し会しに来てね、もうなんかもう話すことないよみたいな人は全然いいよ、何でも何でもいい、大西はみんなと話せるなら何でもいい、本当何でもいいのよ。こういう機会しかさ、直接今話す機会とかもないからさ、お話し会楽しいから、本当何でももう普通に気軽に気軽に来てね。ということで、じゃあそろそろね、ランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ、1位、ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして5位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がよっちゃんのゆうももち大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位があさかちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして8位がさとちあとまこおにしぐんさん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして10位が、変わったの、もう一回いくよ、1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして2位がケイジさん、ありがとうございます、イエイ。そして3位が SL さん、ありがとうございます、イエイ。そして4位がカホアットマークニコーさん、ありがとうございます、イエイ。そして5位が KITT さん、ありがとうございます、イエイ。そして6位がサトチアットマークオニシグンさん、ありがとうございます、イエイ。そして7位がエイトさん、ありがとうございます、イエイ。そして8位があさかちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして9位がよっちゃん&ゆうももち大好きさん、ありがとうございます、イエイ。そして10位がおやちゃん、ありがとうございます、イエイ。そして11位が、南波のひさとさん、ありがとうございます、イエイ。そして12位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます、イエイ。そしてラスト13位がライオン丸さん、ありがとうございました、イエイ。ありがとうございます。ということでですね、本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもでもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の西桃香でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では、明日お話し会来てくださる方は楽しみにしております。では、おやすみなさい。バイバイ、ありがとうございました。
おやすみなさーい。